ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では今日も桜井さんに会うために元気に投稿していきましょう。これで学園は微妙なキャラですね。街に椎名さんと村上さん、ああ桜井さんがいないってことは椎名さんから先攻めるか。こんにちは。朝はまだ涼しかったのに。いやーこれは普通の会話だな。暑くなってきましたね。え、朝のことはもうマジでこの会話何回してるんだ。なるほど、ついさっき起きたばかりなんですね。そして俺はマジで朝の体操行ってないのか。ついつい寝坊したくなりますよね。私は新体操の練習があるので夏休み中も早起きすることがありますけど、あなたが夏休みに早起きするための理由ですか。と言ってもあなたは帰宅部でしたよね。あ、そういえば、そういえばって何回そういえばしてるんだ。夏休みの間、朝の体操に参加されていると話していましたね。早朝の公園で子供たちと一緒に体操をされているみたいです。これさ、もうカットしてっちゃダメかな。あなたも早起きのために参加されてみてはいかがですか。あ、すみません、そろそろ行かないと。この後母に用事を頼まれているんです。はい、あなたも夏バテせずに楽しい夏休みを過ごしてくださいね。ウィース。ちょっと評価見てみましょうか。ああ桜井さん、さすがにだいぶ溜まってきてるけどまだ半分以下だからな。なんかハートマークがついてる、ちょびっと。これさ、今の段階でこれって大丈夫か。だってもう8月12だよ。なんだかんだで結構来てるよね。あと2週間ちょいか。まあ3週間くらいか。で桜井さんいないっしょ今日。村上先輩か、どうしようかな。ちょっと望月師匠のところに行くか、久々に。うん、おはよう。毎日暑いわね。この暑い中何をしてるの。いや何もすることないから師匠ガールズウォッチングしましょう。特に用はないのよね。だからふらふらお散歩って感じ。それなのにカメラを持ってるの。望月師匠はこの会話があれか。当然じゃない。シャッターチャンスってどこに転がってるかわからないんだから。っていうことは今日は特に進展はないな。いい瞬間があったのに手元にカメラがなかったなんて最悪よ。この人何のカメラ使ってんだろう。やっぱ一眼かな。最近結構やっぱミラーレスっていうのが流行ってますからね。撮影できるように準備万端なのよ。どこに素敵な出会いがあるかわからないし。あ、ふみおちゃん発見。ふみおちゃんさ、どれだけ発見されてんのこいつに。よく気づいたね。私の女の子センサーは超高性能よ。見逃すわけないじゃない。じゃあ私はふみおちゃんを取りに行こう。毎回ふみおちゃん取りに行ってるんだ。またね。13日。今日の学校はクロエさんか。お、ここに結構いっぱい集まってんな。桜井さんがいるからと。今日も暑いよね。いやーこの会話のパターンは溶けちゃいそうだよ。溶けちゃいそうだよって。溶けちゃいそうといえばこんな日はアイスとか食べたいよね。そうだね、この前かき氷食ったけど。声をかけたってことは、ああ何か用事なの。質問系だなこれは。私に聞きたいことがあるの。何何。委員会について動物について勉強して。この2つはマジどうでもいいからな。委員会についてしか聞くことがない。そうしてるとついテンションが上がっちゃうことがあって、いつもよりたくさん話しちゃうことがあるんだよね。こうやって桜井さんが出てきた時はもう絶対桜井さんのところに行ってこまめに評価を上げていかないといけないんだ。嬉しいな。やっぱり私は
この前の遊園地とかね、優勝できないとか言っちゃったからね。いや、だって優勝できるわけないと思ったもん。みんなに楽しんでもらえる放送ができるように頑張るね。君も聞いてくれると嬉しいな。夏休みに話せてよかった。じゃあそろそろ行くね。またね。さらばだ。とりあえず好感度が上がったというだけだ。あ、そうだ、こっちにはいねえんだ。あとどうしようかな。村上先輩とかもいるしな。ほいほいっと。あなたですか。こんにちは。今日もいいお天気ですね。それで私、あ、これは質問系だな。私に聞きたいことですか。何でしょうか。植物について、旅行について、裁縫について。超どうでもいい。俺としては植物と裁縫とかどうでもいいんだけど、この中でいくと多分村上先輩この中でいくと植物なんだろうな。でも俺は旅行について聞きたい。そりゃダメだよね。いい答えが見つからなくて。それでは私はこれから用事があるので、これで失礼します、ね、夏どっか旅行に行かないんですかとか。おお、本当に何にもなく終わってんな。もう14日大丈夫。学園、あー、はてながある。町、桜井さんいねえな。とりあえずじゃあはてなのところ行きましょうか。ハテナはもう完全に誰だ系だからね。先生じゃないか。いいところに来てくれたわ。よかった。さっき校内を見回りしていたら1年生の教室に針刺しが落ちてた。これ針刺しの1年生って言ったらさ、絶対ゆうきちゃんじゃん。ちょっとゆうきちゃんさんじゃんみたいな感じになっちゃったけど。誰か1年生を見かけなかったか。そうね、ちょっと前に小日向さんと結城さんと朝日奈さんが廊下を歩いてるのを見かけたっけ。小日向さんなんてさ、そもそもさ攻略対象キャラじゃねえでしょ。結城さんだと思う。そっか、結城さんは手芸部だったはずだし、きっと間違いないよね。申し訳ない。このイベントは何なんだろうな。評価を上げて終わりっていうイベントかな。行かなきゃいけないの。この忘れ物を結城さんに届けて。いや、本人どこにいるか死んでんだけど。あ、やってきた。すみません、1年 B 組の教室に忘れ物をしちゃったんですけど、見当たらなくて。忘れ物職員室に届いていないでしょうか。そういうのはさ、直接職員室に行った方がいいと思うよ。なんでわざわざ外に出てきたの。あ、それです。その手作りの針刺しです。部長からもらった大切なものなんですけど、うっかり教室に忘れちゃって。そういうものはしっかり持っときましょう。そうだったの。これからは気をつけましょうね。見つかってほっとしました。てか、ありがとうございます。ここの生徒めっちゃ落とし物とか忘れ物とかするな。行ってきますね。今日も張り切ってぬいぐるみ作りますよ。大変だな手芸部も。あとはどうしようかな。椎名さんところに行きますか。こんにちは。朝はまだ。いやー、マジで話が全く進まない。急に暑くなってきましたね。ここに来て。え？何にもないな。朝のことはわからないんですか。なるほど。ついさっき起きたばかりなんですね。確かに早起きする理由がないと。ついつい寝坊したくなりますよね。残り2週間。新体操の練習があるので夏休み中も早起きすることがありますけど、あなたが夏休みに早起きするための理由ですか。と言ってもあなたは帰宅部でしたよね。あ、そういえば桜井さんがこの夏休みの間朝の体操に参加されていると話していましたね。早朝の公園で子供たちと一緒に体操をされているみたいです。あなたも早起きのために参加されてみてはいかがですか。あ、すみません、そろそろ行かないと。この後母に用事を頼まれているんです。はい、あなたも夏バテせずに楽しい夏休みを過ごしてくださいね。終わった。一日がマジ早い。
ちょっと焦ってくるな、ここまで来ると。とりあえず桜井さんはちょっかい出しとこう。まあハテナがあったけど、ちょっと桜井さん優先っすね。今日は特に予定がないからお散歩してたんだけど、外はやっぱり暑いね。これだけ暑いと、そうですね。なくなっちゃうけど、でももうちょっと話を進めてくれないかな。君もそうなの？気が合うね。いまいちね、フラグがわかんないですね。楽しいよね。君はタオルとお水って、すべての選択肢でさ、一番いいやつを選ばないといけないって、それは無理でしょう。熱中症で倒れちゃったら大変だよ。いやまあ攻略重視でやっていけばできるけどさ、カバンに入れておいた方がいいよ。あ、引き止めちゃ。そうすると自分の心に嘘をつくことになるからな。またね。お互いいい夏休みを。これまだハテナある？あるね。でもな、桜井さんのハテナイベントとかもこなしたからな。一応ハテナイベントやるか。今度は誰が何を落としたんだ？どうしましょうか。あ、何を困っているのか。いや、なんかどうせ落とし物見つけたとか忘れ物があったとかそんな話でしょ。ほら、図書館に忘れ物の本があったんです。うちの図書館の蔵書ではないので持ち込まれた本だと思うんですが、今日図書館を利用された方ですか？神楽坂さん。神楽坂さんって誰？それに椎名さんですね。大体ね、図書館来てるのはね、クロエさんなんすよ。ことわざ百選という本なんですけど、誰のものだと思いますか？クロエさんかな。そうですね、クロエさんなら。これはさ、誰の評価が上がってんの？村上さんの評価が上がってんの？それともさ、クロエさんの評価が上がってんの？よく勉強していますし。あ、ふみおさん、ちょうどよかったです。私、図書館に本を忘れてしまったのですね。届いてませんでしたか？その本は図書館に寄付されることになったよ。この本でしょうか？あ、その本です。メウシフミオさん。よかった、やはりクロエさんの本だったんですね。はい、私、今年の夏はこの本に載ってることわざを全部覚えるつもりです。ことわざ100個。自主的にお勉強されているんです。100個ことわざ出てくるかな。そうなのです。てるてる坊主にならないよう頑張りますよ。何言ってんだこいつ。てるてる坊主？三日坊主のことね。さっぱり分かんなかったな。さすがだな村上先輩。あ、間違えてしまいました。やっぱりもっと勉強しないとですね。三日坊主にならないよう頑張ります。それではまたお会いしましょう。16日。やばい、時が刻々と過ぎていくぞ。村上先輩に、桜井さん、ちょっと桜井さんのとこ行こう。今日も暑い。いやー、これ出た、何にも進まない。暑さで溶けちゃいそうだよ。まあ一応評価を上げるといえば評価を上げられるな。こんな日は選択肢だから。食べたいよね。あ、声をかけたってことは何か用事なの？私に聞きたいことがあるの？何何？あれ？これしかない。どれがいいんだ？テレビ番組？まあ放送してるからテレビ番組だろうね。テレビ番組ね。おお、終わった。そういえば最近テレビでのスポーツ実況番組が少なくなった気がするよね。そうなの？俺あんまり見てないんだけど。実況の勉強になったのに。ちょっと残念かな。あ、確かにね、実況はね、俺ね、すごいのは競馬の実況がすごいと思いますね。もう馬の名前とかさ、パッと見てパッと出てくるじゃないですか。その先頭になんちゃらかんちゃらがいて、2馬身差でなんちゃらかんちゃらみたいな。あのね、馬なんて見た感じだって全部一緒じゃん。それをね、名前を覚えて実況できるのはね、ほんとすごいと思います。あ、見ようよ見ようよ。夏休みに話せてよかった。じゃあそろそろ行くね。またね。むむむむむ、本当に進展がない。どうしようかな。椎名さんでいいか。こんにちは、
まだまだ暑くなりそうなので、そうですね、水分補給ですね。これは質問系ですね。何かご用でしょうか。はい、私に答えられることであればお答えしますね。旅行について、運動について、夏休みについて。まさきさ、部活やってんの？すみません、今の私に答えられそうな。運動じゃないんだ、新体操は。もしよろしければ別のお話。別の話はしないでしょう。ほら、すみません、この後予定が入っていました。私はこれで失礼します。まだまだ暑いので体調には気をつけてくださいね。いやー、時だけが刻々と過ぎていく。はい、というところで、ちょっと今回はなんか進展がなかったような感じがして、もう17日になっちゃいましたけど、これ大丈夫かな。カレンダー見てもなんかあんまり予定が埋まってないと。結構焦ってきてますけれども、まあとりあえず今回はこれで終了して、また次回やっていこうと思います。